カラダ部チャンネル、こんにちは。管理用紙の丸尾です。今回は調味料の選び方第4弾ということで、醤油についてお話をしたいと思います。この醤油はですね、僕特に思い入れがありまして、というのもですね、僕先祖が醤油職人だったんですよ。で調べて面白いことが分かってですね、関西の方でよく使われている薄口醤油っていうのがあるんですね。この薄口醤油を作った、発明した人の名前も、実は丸尾さんだったんですね。 全く同じ感じで同じ名字なんです。で、今のところまだはっきり分かってないんですけど、まあもしかしたらこう親戚というかですね、あの血のつながったご先祖様がその薄口醤油を作った張本人かもしれないってことで、まあ僕はなんかすごく縁を感じています。そんなわけで今回の醤油はいつも以上に気合を入れて解説していきたいと思います。さあ、じゃあですね、いつも通りまず原材料の確認からいきましょう。醤油の原材料、あなたはご存知ですか醤油の原材料は、 大豆と小麦と塩この3つです多少例外はありますけれども基本的には大豆小麦塩この3つなんですねなのでまず最初のポイントはこの大豆小麦塩3つの原材料で作られたシンプルなものを選ぶようにしましょうでここからさらに掘り下げていきたいと思うんですけどこの大豆ですね大豆ってなんか日本の食べ物みたいなイメージをあなたも持っているかもしれませんが 実は食糧自給率めちゃめちゃ低くてですねわずか7%しかないんですつまり9割以上は海外のものそしてこの大豆は都合の悪いことに遺伝子組み換えがあるんですよしかもそれもかなりの割合で今広がっているのでまあ、輸入で入ってくる大豆のかなりの部分がこの遺伝子組み換えだと思って間違いないです そして前のお酢のところでお話ししたのと同じなんですがこの醤油に関しても遺伝子組み換えの大豆を使っていたとしても表示義務がないんですねまあそれは遺伝子組み換えの原材料を使っていたとしてもその関係ないっていうか健康には影響ないっていうことで表示義務がないことになっているとは思うんですが、まあ、やっぱり僕は気になります遺伝子組み換えの大豆を使っている醤油は取りたくないもしあなたもそう思っているとしたらぜひ国産の大豆を使っている醤油を選びましょう 国内では遺伝子組み換えの作物というのは商業用では作ってはいけないというふうに法律で決まっていますので国産大豆を使っている醤油は遺伝子組み換えの心配が全くありません国内産大豆100%のものを選ぶでこっからもう一段階掘り下げますそれが丸大豆を使っていることですこの丸大豆って何かっていうと、まあ、丸のままの大豆のことですつまりこの豆の形をしたもそのままの大豆を使っていますよというのが丸大豆という意味になります で、この丸大豆以外に何があるかっていうと、脱脂加工大豆というものです。この脱脂加工大豆は油を絞った後、大豆からは大豆油というものが絞れますので、その油を絞った後の絞りかすのことを脱脂加工大豆というふうに呼んでいます。実は今国内で流通している醤油の約8割は、この脱脂加工大豆から作られている醤油です。ただこれですね、脱脂加工大豆を使った方が旨味が増す。 美味しい醤油が作れるっていう意見もあるみたいなんです。なのでなんか脱脂ね。油を抜いてるからこう美味しくない。絞りカスで作ってる醤油なんじゃないかって思う方もいると思うんですけど。まあ一概にそうとも言ってないんですね。じゃ、あなんでこの脱脂加工大豆じゃなくて、丸大豆の醤油を選んだ方がいいかっていうと、この脱脂加工大豆ってどこから来た大豆なのかがわかんないんですよ。 つまり普通の丸大豆っていうのは例えば北海道のどこどこの農場で作られた大豆を使う、えー、取り寄せて使う仕入れて使うってことができるんですねただこの脱脂加工大豆っていうのはもう油を絞るでそれももう国産のものも輸入のものもいっぱいあるんですけどその油を絞ったの絞りかすをパック詰めして、えー、重さを分けてですねそれで脱脂加工大豆っていうふうにおろしていくので その届いた時にこの脱脂加工大豆はどっから来たのかっていうのがあんまり分かりにくいんですよね多分これが理由だと思うんですけど僕がその信頼している醤油屋さんとかすごくいいなって思っている醤油屋さんっていうのはダッシュ加工大豆やっっぱり使ってないですす大豆を使ってますなのでそのどっから来た大豆なのか分からないような原料を使って作られた醤油よりもちゃんと原材料がどっから来たか分かっている大豆を使って作られた丸大豆の醤油の方が僕は好きだなって思いますね。 ちなみにこの丸大豆を使った醤油っていうのは必ずしも丸大豆というふうに表記されていない場合もあります。普通に大豆っていうふうに書いてある場合もあります。ただこれも丸大豆と同じものですので、その脱脂加工大豆って書いてなくて普通に大豆って書いていればこれも丸大豆だと思ってください。ちなみにこの国産の丸大豆を使った醤油っていうのは流通している醤油のわずか2%しかありません。 でですのでこのこ動画をご覧になったあなたもぜひこの国産丸大豆のズの醤油を買って作り手さんを応援しましまょうで。この動画ここでやめようかなと思ったんですけどちょっと今回醤油なのでもう一個だけすいませんお話しさせてくださいこれがですねその醤油を発酵させる容器のことなんですで。昔から使われていたのは木桶。木で作ったその桶ですね樽みたいなもので熟成させるっていうのがもう昔からのやり方でした ただ今現在この木桶で醤油を作っているところっていうのは全体の1%しかないんですだからものすごく貴重なんですねでこの木の桶を作ってる職人さんもどんどん減っていってもうこの前くとなくなっちゃうんじゃないかなって心配になっちゃうぐらい今減っていますじゃあこの木桶以外にどんな容器が今主流になってるかっていうともうほとんどがプラスチックとかコンクリート製の桶に今変わっちゃってるんですねでこっからが面白いんですけどこの木桶で仕込んだ醤油と コンクリートとかそのプラスチック製のタンクで仕込んだ醤油を分析すると実は差が出ないんですねでもこれ小野島の醤油職人さんがおっしゃってたんですけどもう比べてみると明らかに清気の醤油の方が美味しいっておっしゃるんですよでもこれに科学的根拠がないんですねこれがまた面白いとこだなって僕は思ってます まあそんなの科学的根拠がないなら別にどっちでもいいよって方はそれでいいと思いますしなんかでもそういうのって面白いなこの木桶の醤油を応援しようかなって思った方はぜひこっちの醤油を見つけて買ってみてくださいあちなみに今回も僕が今使っている醤油をちょっと紹介しようかなと思うんですけどこちらの大沢ジャパンというのマクロビのね会社さんなんですけど赤根醤油という醤油を今使っていますこれも素晴らしくてですね原材料を見ていただくと有機小麦有機大豆そして食塩と このシンプルな材料、そして小麦と大豆は勇気のものを使っている。で国産ですねで。これは大豆と書いてありますので、脱脂加工大豆ではなくて丸大豆、しかも勇気のものを使っているという非常に素晴らしい醤油です。ということで、今回は醤油の選び方をお話しさせていただきました。やっぱりこの醤油もですね、他の調味料と同じように、 えー、高度経済成長の時代に大量生産大量消費に変わってですねいかに効率よく早くたくさん醤油を作れるかというふうにどんどん時代が変わっていってその中で本物のの醤油といいうのがどんどんん少なくなくってしまいましままたでも今はもう時代が変わってますし今こそ本物の醤油をきちんと消費者が選ぶ時代そしてそれによって本物を作っている生産者さんたちも潤っていく。 そして未来に本物の日本食この調味料が残っていくっていう風な流れが起きたらすごく素敵だなというふうに思いますあなたもぜひ今度スーパーに行って醤油の裏側をよく見てみてくださいこちらの詳細欄に僕がおすすめのお醤油をいくつかあげておきますのでこちらもよかったら参考にしてもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります ということで、さーしーすーせその調味料、残すは味噌ということになりました。これも随時アップしていきますし、他の食、栄養の動画も上げていきますので、ぜひです、ね、こちらからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。